アイソーシンキリネードは、福島検証総地区を中心に活動している、ローカルヒーロー。2011年に発生した、福島第一原子力発電所事故を受け、放射能対策についての認知を広めるため、立ち上げられた。名前の由来は、マケルンデネードという福島弁である。一度のみ登場したキャラも含む変身前の名前は、夜の森崎初代ミネートの妹。 アダマイ博士の代理として登場ゴンケ軍団の幹部で、片手には黒い杖を持っている。謎の多いキャラクターゴンケ軍団の幹部であり、絶滅した日本狼の最後の子孫。ディネードやアダマイ博士からはウルと呼ばれている。外来種であるガビチョウの化身。過去に人間に飼われていたことがあるため、足輪をしている。絶滅した日本カワウソの最後の一匹。 まだ生き残っている仲間を探して、日本中を旅している。継ぎはぎのジャケットの背面部には青いバラが刺繍されている。青いバラ、花言葉は、夢は叶う、黒丸ガラスの無口な女の子。絵を描くのが好きだったが、いじめにより描けなくなってしまう。過去のトラウマから喋るのが苦手なため、のこえという消しゴム型のパペットを通して、福話術のような形で会話をする。 ドローイングウェリーが右手にはめているパペット。代弁者として本当の気持ちを話す。見た目は持ち主とは対照的な消しゴムがモチーフ。名前の由来は泥の声、関西支部から急遽派遣された。本家軍団の幹部。左手にマイクを持ち、ショーの進行をすることが多い。相紙、ディネードが使用する武器。妙剣ブレード良い乗り切り。 妙剣ブレード雷鳴斬りなどがある初代アイガミ、ネードが使用する武器、万葉スティック大国ラッシュなどでレスケーヌが使用する武器、根系軍団が開発したもので、何でも自由自在に操ることができる。愛想新規ディネード活動ブログ賞送信新規、ディネード活動ブログ賞送信機ディネードツイッター、送送信機ディネード YouTube チャンネル、ありがとうございます。